空請求のメール送って、架空請求のメール送って、自分の口座に振り込ませてたんです。あゆか反省。あゆか反省。どうする、変えるのか、どうするの、変えるのか、どうする、盛るのか。僕どうも、ノブロック TV です。本日のゲストはインパルス板倉さんです。よろしくお願いします。寂しかったですよ、あんまり呼んでくれないから。ドラマやってたから。ドラマやってるかハイエース乗ってるかでしょ。そうです。ということで本日行う企画はこちら、ぶっこめアイドル声選手権。あ、これ久しぶりなんですけど、いやもう本当定期的にやってくれないとこの吐き出せないんで。そうなんですよ、お願いしますよ。人がエピソードを話す前に一緒にいるアイドルが自分より強いエピソードをぶっ込んできたら、はい、芸人はつい自分のエピソードを持ってしまうのではというのを検証する企画なんですけども、老舗企画、はい、今回の検証を受ける芸人はブルースポンチの村上君。ちょっとベテランっすよね。そう、ベテランね、うん、ただこんなもんね、もうバレるバレないじゃないんですよ、もう村上クラスになると。あいつどうなんだろう。じゃあ事前にもらっている村上くんのエピソードをちょっと見てみましょう、はい、相方にかけた一番の迷惑は、長年ずっと不仲で行ってきたレッドシアターでユニットコントが終わるときに打ち上げでみんな悲しいとき、渡りも悲しんでたので、お前泣くほど頑張ってねえだろって。これね、この前聞いたことあるんですよね。ありますね、はいはい、それを注意するっていうのもあるね。お前エピソード更新されてねえなっていう、はい、レッドシアターの頃のエピソードで勝負しようとしてんのかっていう。いやだから多分俳句を考える時間に当てたいんでしょうね。エピソードなんて書いてないで、うん、まあでもちょっと僕も人のこと言えないの、うん、ちょっとハイエースで旅行きてえなと思ってるけど、ちょっと雑になるなっていう時ありますからね。ということで今回板倉さんが操るアイドルの方とつないでみましょう、はい、どうも板倉です。中村ゆかです。どうも初めまして、よろしくお願いします。初めまして、よろしくお願いします。相方にかけた一番の迷惑聞かれると思うんですよね、はい、田中さんの方から。お金がなくて架空請求をメンバーに仕掛けて、で口座、自分の口座にそれやばいよって振り込ませてたっていうことにしましょうか、一発目ね。はい、さあそろそろターゲットが来るそうです。はい、おはようございます。おはようございます。お願いし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 ます。弱いアンケートを携えて村上がやってきました。こんな顔だったっけ？なんかね、なんか文豪みたいな顔になってる。やりすぎぶっちゃけ伝説。この番組は新たな角度からゲストの意外な一面を掘り下げ、見届け人に評価してもらうトークバラエティになっています。ゲストはフルーツポンチの村上さんです。今日はこれまであった迷惑エピソードをお話ししていただきます。村上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フルーツポンチ代表村上健二です。なんかおひげも生えてらっしゃって素敵ですね。ひげ、はい、あ、作ったんですけどね。今、はい、あれ、反り立てです。はい、反り立てたかしです。本当にビーチボーイズの。そして今回の見届け人は中村あゆかさんです、はい、よろしくお願いします。なんだこいつと思ってんの。中村あゆかです。歩くに加えると書いてあゆかです。歩くに加えると書いてあゆかです。覚えてください。知ってました。村上さん、私のことを。え、村上さん知ってましたか、私のこと。ごめんなさい、ちょっともう不勉強で。あゆか悲しす。歩くに、え、歩くに、あゆか悲しす。あゆか悲しす。マンモス悲しす。マンモス悲しす。マンモスか、古いですよ。あ、気づいた。ノリピー混ぜてんの気づいた。では早速、はい、村上さんの迷惑エピソードを伺ってまいりましょう、はい、最初のテーマは相方にかけた一番の迷惑、こちらについて聞いていきたいと思います、はい、ちなみにですね、中村さん、アイドル時代にメンバーに迷惑をかけたことってありますか？私アイドルお金ないんですよ。あ、結構大変なんですよね、はい、私 NGT48 というグループにいたんですけど、はいはいはい、とにかくお金がなくてかといってバイトも禁止だったんです。かといってバイトとかそういうのも禁止なんですよ。あ、まあそうでしょうね、うん、メンバーの電話番号とか、うん、まあ、連絡先とかって知ってるんですけど、うんうん、そこに架空請求のメールを送って自分の口座に振り込ませてたんです。自分の口座に
振り込ませてたんです。あゆか反省。あゆか反省。当時のあゆか反省。メンバーに振り行為をするってことですか。結構新潟の子ってピュアなんで。結構まあ新潟の子って、まあ、私も新潟の子なんですけどピュアなんですよ。そこにつけ込んでみました。だからつけ込んでみました。つけ込んじゃいました。やばいメール来てんだけどってやっぱメンバーの中でも話題になったんですよ。で、あの振り込まないとやばいよってみんなに言いまくって、本当に怖い人が私ピンポンって言いに来ちゃったんですよ。で、嘘ついて振り込ませちゃってました。あゆか反省。あゆか反省。それぐらいでは済まされない。さあ村上さん、うん、お願いします。変えるのか、どうすんの、変えるのか、どうする、盛るのか。僕あの元々僕フルーツポンチというコンビなんですけれども、うん、めちゃくちゃ不仲だったんですね。 今ちょっとだいぶマシになりましたけど、むちゃくちゃ仲悪くてコンビで、うん、まんま行くぞこいつで、昔ねレッドシアターってユニットコント番組を出させてもらってたんですけど、その番組が終わるってなった時に、最後の収録の後に打ち上げがあって、もうスタッフさんとか出演者全員で打ち上げ行って、みんなもう悔しい悲しいというふうに、まあ、もちろん言ってたんですけど、全く書いてない、全く書いてない、全く。その中で渡りも、まあ、当然ね悔しがって、でもちょっとね涙してたんですよ。でそんな渡りに対して僕がもうあのいやお前泣くほど頑張ってねえだろうっていうむちゃくちゃなこと言っちゃって、しかもちょっとその早口になって喋り慣れちゃってるもん。もうそこ指摘しましょう、うん、なんかそれ喋り慣れてますよねちょっと。喋り慣れてますよ。あんたそれ初めてじゃないね。あんたそれ初めてじゃないね。まあまあでもあのでもそうそう、その話はねよくしてますけど、でもまあその後も まあそこあれですよ、あります、別にありますよ、そこからのその後も。じゃあ相方にかけた一番の迷惑575575で、相方に一番かけた迷惑のエピソード575で。なんて575。季語ですよ、季語。大事なのは季語忘れないで。無茶振りが早いな。ちょっとすいません、これ早いな。まあいいか、村上だから。大雪の夜中に外へ放り出すですね、はい、おこのスピードで五七五にはめ込んでくるだけですごいす。このスピードで五七五にはめ込んでくるのすごいっす。何なんですか。内容か文字数かで言ったら、全然すごくない。内容か文字数かで言ったら、文字数に今全振りしたんですよ、ね、文字数に今全振りしたんですよね。そう、まあその、じゃあ親にかけた一番の迷惑っていうことで、じゃあ村上さんの前に中村さんお願いします。はい、とあのくしくも冬の日だったんですけれども、これくしくも冬の日だったんですけど、結構新潟って雪降るんですよ。結構新潟って雪降るんですよ、はいはい、両親と喧嘩して、両親と喧嘩しちゃったんですよ。思春期だったんでね。思春期だったんで、困らせてやろうと思って、困らせてやろうと思って、お父さんの乗ってる車の、お父さんの乗ってる車のスタッドレスタイヤを、スタッドレスタイヤをノーマルタイヤに変えて、ノーマルタイヤに変えて立ち往生させちゃったんです。立ち往生させちゃったんです。すごい行列で来てましたよ。すごい行列できちゃって、でなんかニュースで流れて、その映像が、それでもニュースで流れちゃって、その映像が、立ち往生の映像が、ちょっと笑ってもらえたね。あれは本当にあゆか反省。あれは本当にあゆか反省でした。めちゃくちゃ良くない話ですよ。じゃあ村上さん、親にかけた一番の迷惑お願いします。さあどうする、ロンハー山崎、ザキヤマの話するのか。葛藤してるぞ。このまんま行くのか、新しいのないか、新しいのないかって。これ初めて話しますけど、ロンハーという番組に出た時に母親と一緒に、あら、これだ、アンケートのまんまだ。でも初めてなのかもしれない、母親と僕が一緒に出たら、一緒に出たザキヤマさんが母親のなんかおめかししてきた私服を見て、ああ村上くんが
あの服ダサいのってお母さん譲りなんだとかいうの言ったらお母さんそのすげえ落ち込んじゃってなんかテレビとか出させるもんじゃないなというのはありましたけどね、はい、それは初めてですか。それは初めてですか、うん、まあまあその初めてというかねそのどっかで擦ってます。擦ってるってほどでは擦ってるほど擦ってないですね。擦ってて弱いのってなんかどういうことなんでしょうか。弱いなら初めてをぶつけてほしいし、初めてぶつけてほしいし、こするならこするならこするならちゃんとしたテンポで喋れるものを持ってきてほしいし、はい、こすようはこすようは今の気持ちは今の気持ち五七五で、じゃあ今の気持ち五七五で、もうそれいいですって五七五一番嫌なんですよ五七五で言われる。俳句以外に何があるんだよ。俳句以外に何があるんだよ。じゃあ自分が言って自分から何とかないですよ。そのでもまあなんか今日ええなんか村上さんえ今日って番宣で来られたんですか。番宣で来られたんですか。番宣で来てるわけないでしょ俺が。なんか番宣で来た人のテンションだから番宣で来た人みたいなんかテンションがテンションがそんなことないですよ。番宣で来た人こんなに喋れないですか。衣装も喋ってない衣装もじゃあ番宣してくださいよ。じゃあ番宣した方がいいですよ今日。だから出てないんですよ。番宣してください。何に出られるんですかって。何出ますかじゃあ今から。出ないです。出てないです。番宣してみましょう。番宣してみ番宣ごっこ始めましょうじゃあ今から。番宣ごっこですか。はい。はい。振りを作って振りを作って、うん、振り作ってイメージして。はい。誰を下敷きにする。誰を下敷きにする。それを元にどう角度をつけていく。角度をつけていく。最悪だよ最悪いやー本当に愉快な人ですね。いや本当に愉快な人ですね。なんかお知らせがあるんですよね。なんかお知らせがあるんですよね。あそうなんですよ。実は4月から新しいドラマに出させてもらうように。カメラ見てカメラ見て、はい、カメラ見てカメラ見て、4月月曜日、夜10時から、新ドラマ、108回目の下準備で保つ役をやらせていただきますのでまあまあ即興にしてはちゃんと面白いじゃない。こう音楽も楽しめるようなそういうドラマになってますんでよかったら見てください。よろしくお願いします。今の面白い今の面白い あゆか愉快あゆかいあゆかゆかいあゆかいあゆかいです今、はい、101回目の下準備あ101回目のプロポーズを下敷きにしてプロポーズを下敷きにしてそこに角度をつけてきたそこに角度をつけてきたさすがっすねさすがですねそういう勝負をそういう勝負を言われなくてもやった方がいい言われなくてもやった方がいいですよ。言われなくてもさっきの要領で、要領でいつ何が飛んできてもいつ何が飛んできても答えられる答えられる自信あります。自信あります。一個も乗り越えたわけじゃないですか。一個も乗り越えたわけじゃないですか、はい、勝負じゃ勝負じゃなんだこの顔勝負そう何をですか。じゃあちょっと質問してみますね。最近マネージャーさんがした面白い失敗は普通の失敗じゃないんですよね、田中さんね、これね。普通の失敗じゃないですね、田中さん。そうですね、これね、面白い失敗だから。相当な面白い失敗。ああ、そういうことですか、はい、マネージャーさんって結構ね、いろんなことを、なるほど、なるほどそっち、はいはいはい村上さん、ありますか。ありますありますあります。はいちょっと待ってはい、まず村上さんがまず最近マネージャーに困ってるんですよ。最近マネージャーさんに困ってるんですよって言ってください。そしたら私が僕ですか。はい、そしたら私がどんなマネージャーさんですか、どんなマネージャーさんですかって聞くんで村上さんは面白おかしく回答してください。村上さんが面白おかしく回答してください焦点の焦点システム、はい、はい。最近マネージャーさんに困ってるんですよ。お、おやおや、お、おやおや穏やかじゃないね、それは。穏やかじゃないね。一体全体。どんなマネージャーさんですか。どんなマネージャーさんですか。現場に犬を連れてきちゃうんです。ちょっと今のありますか。マジで弱くないですか。ちょっと今のなんかマジで弱くないですか。犬くらい全然ありますよね、ワンちゃんくらい。ないですよね、マネージャーさんが現場に犬連れてきてるの見たことないです。あります。犬ですか。
犬じゃないって言ってマネージャーさんの方でしょ、だって犬ですか、犬ですか、犬じゃないって頭おかしいマネージャーさんが最近したミスありますかって言ってるんです、犬がですか、犬がですか、犬は俺が言ってるじゃん、なんで大きい点も間違えちゃう、犬で、え、犬で何ですか、犬であると、犬だ、なんか犬で最近変な椅子が、ちょっと待って、犬がですか、犬がですか、犬じゃないです、頭がおかしい、マネージャーさんマネージャーさん、マネ最近マネージャーに困ってる、なんかこ最近困ったことあります、マネージャーさん、犬じゃないってブリーダーってことになりますよ、犬のマネージャーっていう、犬のマネージャーっていうのはブリーダーってことじゃないですよ、ね、ブリーダーのミスだったらありますよ、ブリーダーのミスだったらあるんですか最近ブリーダーに困ってるんですよ、え、一体何に困ってるんですか、フリスビーの周りが、フリスビーの周りがノコギリ状になっていた、ノコギリ状になっていた、ギザギザギザ、何ここで急にちゃんとした大喜利どういうこと、でどうですか今の答え、今の答えどうですか、え、いや答えがどうとかじゃなくて、マネ、こんなマネージャーに困ってるんです、犬がですか、犬が言い方がうまいんだろうな、犬がですか、犬がですか、非常にうまいんだっていうのをじゃあ五七五で、っていうのをじゃあ五七五では？どういうこと？だってブリーダーって季語ですよね。だってあのブリーダーって季語ですよね。ブリーダー季語なんてないでしょ。いつなんですか？ちょっと犬。犬がですか？犬がですか？怖。怖いですよ。犬がですか？犬がですか？怖いんだけど。マジでやめてください、ちょ、よくないですわ、それは本当に、犬がですかなんで面白いのかわからないシリーズ生まれた、なんで面白いんだろう、これどういうことですか、犬がですかが抜群にうまいんだよ、なんでだろうな、相方さんとなんか喧嘩したエピソードとかって他にもあるんですか、さっきのやつじゃなくてですか、はい、アンケートの、弱いやつじゃなくて、アンケートの弱いやつじゃなくてとかあんま言わない方がいいですね、五七五にはめてくるのか、喧嘩した話でした、五七五にはめてくるのか、それともそこ一旦忘れてくるのか、そこ一旦忘れてくるのか、楽しみで仕方がないぜ、楽しみで仕方がないぜ言い方面白いなオンエアが待ちきれないぜ、オンエアが待ちきれないぜ、来た来た、リアタイ、リアタイ、リアタイ来たうざい、アメカジのこだわり、春の大喧嘩、え、何ですか、え、何ですか、ちょっと波長でした、ごめんなさい、え、波長でした、ごめんなさい、575っていうか波長、波長、崩すね、はい、破る長でした、ごめんなさい、っていうのがあるんですか、っていうのがあるんですか、あります、定型と波長です、あ、犬がですか、犬がですね、犬がじゃない俳句が今何考えてるんですか、575です、今何考えてるんですか、あ、575考えてたんですよ、ごめんなさい、あ、今575考えてます、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、こいつは第2話の放送が待ち遠しいぜ、第2話の放送が待ち遠しいぜでも最近あれだよな、なんか番組が終わってすぐ次の番組行くの多いよな、次の番組行くの多いよな、 CM を挟まず、 CM を挟まずに、あれ何なんだろう、あれ何なんだろうな、何なんですかね、何なんですかね、あれすぐ行くじゃないですか、すぐ行くじゃないですか、何にも挟まず、何にも挟まないで、番組終わって、ペット大集合ポチ玉とかそういうのが流行ってる、ペット大集合ポチ玉とか、犬がですか、犬がですかなんでこの犬がですかの言い方が異常にうまいんだよ、え、怒ってるんですか、え、怒ってるんですか、はい、怒ってるんですか、怒ってるんですか、いや怒ってはないですけど、ちょっとなんか何度も、ね、イライラはしてました、イライラはしてましたよまあまあ、すぐ切れすぎて草
すぐ切れすぎてくそ。木短すぎて草。木短すぎて草。笑ってくださいよ。笑ってくださいよ今。楽しい番組じゃないですか。楽しい番組じゃないですか。壊したの途中ですよ。じゃあ謝ればいいですね。じゃあ謝ればいいですね。はい。じゃあ謝ればいい。ああ、いや全然ごめんなさい。お互い謝りましょう。はいはい、僕もなんかこう強く当たってしまってる。ごめんなさい。犬がですか。犬がですか。なんて犬がですか。怖っ。なんで怖っ。なんで犬だったんですか。なんでこれ元々犬がですかね。怖いんですけど。実は、うん、子供の頃家で犬を飼ってたんです。赤ちゃんの時から一緒だったから、うん、赤ちゃんの時から一緒だったから、うん、もう兄弟みたいな存在だったんです。兄弟みたいな存在だったんです、うんうん、でも両親が賢い犬にしたいってことで、賢い犬にしたいっていうことで、うん、ブリーダーに預けたんです。ブリーダーに預けたんです。はいはいはい。そしたらそこのブリーダーが、うんうん、フリスビーにノコギリ状の歯をつけてる人で、ノコギリ状の歯をつけてる人で、でうちの犬それ取ってこようとして、怪我しちゃったんです。怪我しちゃったんです。え、さっきだと苦戦だったと思うんですか。親にムカついてスタッドレスタイヤを、ノーマルタイヤにしたんです。あ物語になった。ムカついて、で、その飼ってた犬のことが、でその飼ってた犬のことがどうして守ってあげられなかったんだろうと思って、ずっと私の脳裏に出てくるんです。でその瞬間に犬がですかって聞いちゃうんです。でその瞬間に犬がですかって聞いちゃうんです。ごめんなさい。ごめんなさい。コントロールできないんだ。そうですね。ごめんなさい。犬がですか。それはね、犬がですか犬がですか。犬の話してんだよ。もういやすげえ過去一怖い感じ。なんでなんだろうな、なんであんな言い方面白いんだろうな。元気ケンジじゃない、うん、怖いんだけど、どういうことなのこれ。何が何なのこれ。いや、そうなんだ。我々もちょっと、なぜ面白いのか分かんないけど、とにかく面白いことだけは分かったんだよ。いや、マジで犬がですかしか言ってない。マジでもう怖いんだけど、何なんのこれ。ショートで出したら、TikTok とかで生で見せてもらっていい。いや、だからそのなんかマネージャーさんに最近困ったとかそういうのはないんですか。その犬がですか。自然なんだよな。何回やっても自然なんだよね。やっても犬がですか。だから本当うますぎんだよな。なんかもう村上はどうこうっていうよりも犬がですか聞きたくてやってたんですよ。ごめん長くやってたから。ごめんね、うん、そうですよね。俺マジで犬がですか言わされてるだけだから、聞いてるだけでしたもん。マジで。でもこうやって指示受けてやる番組とかってあんまりやられて初めてですか。犬がですか。怖いんだけど、めちゃめちゃ面白いんだよ。怖すぎて。怖いんですよ。